桜はまさに今が見頃だな。日差しも暖かくて気持ちがいい。まだ誰も来てねえし、この辺りで一眠りするか。ライブ会場の下見というから早めに来たのがあだになったな。麗しい花をめでる前に貴様の顔を拝む羽目になるとは。うるせえ。そっちこそ人が桜見ていい気分になってたところに余計なちゃちゃ入れやがって。あ、なんだ花びらが。儚いようでいて存外主張する花のようだ。いさかいをする暇があるなら自分を見ろとでも言っているのか。ならこの花に免じてじっくり眺めてやろうじゃねえか。いずれ散るときはあっという間だ。咲き乱れてる今存分に楽しんでやらねえとな。綺麗だ。こうやって視界いっぱい桜の色に包まれてると春って季節が来たことを実感できる。俺のイメージじゃねえかもしれねえが、花を見るのは嫌いじゃないぜ。桜も例外じゃねえ。冬の間にひっそり溜めた力を爆発させるみたいに思い切り咲いて風に吹かれて散る姿すらも俺たちの目を引きつける。そして降り積もった花びらが余韻を残して次の春へと人の心を連れていく。言ってみりゃずっと咲き続けてるようなもんかもしれねえな。この桜のベッドならいい夢が見られるに違いねえ。が、それはライブのご褒美ってことにするか。桜景色にふさわしく俺たちも咲いてみせるぜ。今夜の桜はやけに胸に来る。毎年変わらねえ姿を見せる花のはずなのに、まるで初めて見たみてえに圧倒される。これほど魂が揺さぶられるのはお前らが一緒にいるからだろうな。最高の音楽、綺麗な花、そしてお前と俺、今を楽しみ尽くすにはそれだけあれば十分だろう。ああ、いい声聞かせてくれるじゃねえか。お前らの熱に当てられてまだつぼみのまま眠ってた花も一気に目を覚ましそうだ。次も目いっぱいパワー込めていくぞ。俺たちの歌とアートで満開の桜をもっともっと派手に咲かせてやろうぜ。